ごちそうさま。じゃあまずはブティックに行きますか。どんな衣装にするかまだ決まってなかったわよね。どうするの？そこはアパレル会社と組んでオリジナルブランドでデザインもしてたルカさんの腕の見せ所。え？お前そんなこともしてたのかよ。なんでファンやのに知らんねん。音楽だけのファンだったんだよ。それって本当の話なの？ああ、ウナティークって名前でやってた。聞いたことある。でしょ。ええやん、衣装はルカに頼もう。それにも異論はないわ。私もです。制服以外でどんなものを着ることになるんでしょう。ワクワク。そうですね、ワクワク。なんでお前までワクワクしてんだよ。お前はずっとその姿のまんまだわ。スマホカバーみたいなもんもない。ないわ、贅沢言うな。衣装か。時間もないことだし今すぐ考える。バンドだし統一感は必要だ。ということは全員着ぐるみ。やだわ。めっちゃイケメンのだよ。イケメンを模していても着ぐるみな時点でダサいわ。わがままだな。わがままか。かっこいい司令官。かっこいい司令官。全員であの人の格好すんのか。うわ、すっげー嫌そう。嫌とは言ってねえよ。私が司令官悪く言ったみたいにすんなよ。あの人はある意味かっけえよ。けどバンドコンセプトとは合わねえだろ。わがままだな。あえて変なこと口にしてるだろ。透明の着ぐるみ。透明の着ぐるみ。ほぼ本人じゃねえか。一応ちょっとぼんやりする。顔を隠すのは軍がやってくれるから自らぼんやりさせなくていいんだよ。わがままだな。正解思いついてんだろ。とっとと言えよ。かっこいいスーツ。全員でかな。うん、なんかあんな激しいロックやってて清掃ってのがやってみたくてさ。そのあべこべ感が逆にかっこいいかも。着てみたことないから着てみたいわ。私のサイズに合うのがあれば私もです。メガネの私が着るとリクルートスーツになりそうなんだが。なろうたいにすればならない。ならない。うん、絶対ゆきさんにも似合う。ああ、わかったわかった。好きにしろ。好きにさせてやるよ。どうせ好きにされるんだから。じゃ、早速ブティック行こうぜ。そもそも置いてんのかよ。人類ピンチなのに誰に需要あんだよ。ブティックってことはフレーバー通りだ。
何かトラブルを起こしてすぐに成長するからこのローブは。二階堂さんとミコトさん、はしゃぎすぎんなや、転ぶで。でも気持ちはわかる。パジャマ以外で別の服着ることなんてないもの。ああ、もうみんな遅い、先行ってていい？はい子供。いらっしゃいませ。話は聞いてます。衣装をお選びになるんですよね？ああ、6人スーツで揃えてみたいんだ。置いてる？もちろん置いてあります。さすがマリー、ほんと何でもあるな。じゃあ私が選ぶからそれぞれ試着してみて。みんなかっこいい。ユッキーだけ ST みたいだけど。なんで私だけなんだよ、登場もだろ。メグミン肩掛けなんだ、らしいね。おともさんはこれから就職活動？はい。みんなすげー似合ってるよ。じゃあ最後に私が着てくるな。元プロアーティスト、スタイルの良さが際立つ。輝いて見えます。ごっつ似をとる。ユッキーどう？そりゃさすがだよ。やったね。皆さん見違えまくり上がりましたね。さすがマリーの仕入れだ。すべて気に入った。もらうとするよ。毎度あり。お代は司令部から分取っておきます。いちいち表現が怖いな。じゃあ早速出かけようか。え？この格好のまま移動するの？だってもうドローンの撮影はほら始まってるよ。ほんとだ、ドローンがあんな近くを飛んでる。強すぎる。とかビビってるところ見てられない。おいトーマー、わっわーい。ビビらんでええ。だったら意味もなくビビらせてやんなよ。この格好で歩くのめっちゃ恥ずかしいぞ。なんでやねん、めっちゃかっこええ6人になって証券の眼差しで見られとるの分かるわ。いや、キーの目だわ。それでこれからどうするの？まずは横須賀までヘリでひとっ飛びさ。ようなのみ。誰がやってきたのかと驚きました。どうだい、似合ってるだろ、しびれるだろ、惚れちまうだろ。誰がやってきたのかと驚いただけです。
全然ピンときてねえじゃねえか。横須賀まで運んでもらいたい。話は聞いています。司令官からの説明通り制圧圏内なので強いキャンサーはいないはずです。それとこれをどうぞ。お弁当になります。よけめきたわー。よかったな頭。ありがとう。撮影の合間に大事にいただくとするよ。では行ってらっしゃいませ。出発したはいいが、どういうプランで行くんだ？なんだよ。ヘリの中でその格好でいきなり。と、出発したはいいが、どういうプランで行くんだ？って聞かれたからさ。私からだってお前は十分場違いでおかしいからな。そもそもどの曲を撮るとか決めてたりするの？まあそういうのは全てインスピレーションだよね。ビビビビビってきたままにやる。ビが多すぎるだろ。2つぐらいが適正だろ。曲数は？それぐらい決めといてもらわんと終わりが見えんで。あれも撮りたい、これも撮りたい、結構あるな。7曲ぐらい。インスピレーション来る前に結構具体的に浮かんでんじゃねえか。なら時間的に結構シビアですね。カッチンにならないようにこなしましょう。どこでインプットしてきたそのワード。あーもう早く聞かないかしら。いつまでも子供を。よし、到着っと。ここが横須賀かいな。ええとこそうやないか。ロケーションとしてもいいね。どないしたタモ。すみません。なんだか懐かしくて昔のことを思い出してしまいました。この辺のこと覚えとるんか。はい、記憶力には自信があります。もちろん私自身の記憶ではないかもですが。せやったら何の問題もあれへん。メインコンピューターは絶対ここにおる。はよ見つけたらやないか。はい。ねえ早く撮影といかない。空気読めよ。そうだね、とりあえず午前中は撮影に当てよう。ええで、小鉄丸のメインコンピュータ探しはその後頼むで。もちろん。まずはバーンマイソウルの撮影と行こう。行こうと言っても私ら手動で撮れるのかよ。電車で曲を流しながら私らが動けば、あとは編集で何とでもなるさ。面白そうやないか。やったりましょう。うん、やる。じゃあバラバラに歩いてきて、最後のフィンでドローンに向けて決めポーズな。そう言われてもそれを指定してもらわなくちゃ突っ立ったままになるよ。お前と違って私らは素人なんだよ。
うちやったらサイキックポーズになってまうで。私は威厳のある立ち姿になってしまいます。セラフを持っての決めポーズならあるけど、素手だと何もないわ。私はそもそも引きこもりゲーマーだったし、さっぱりわからない。じゃあシチュエーションを決めるか。ラッサビの後半で追いかけっこだ。ユッキーが鬼でみんなを追う。みんながユッキーから逃げる。ほう、シーズレジェンドの音楽性にふさわしいカオティックな映画生まれそうやな。それで曲のフィンに合わせてみんなで飛び上がる。さらにカオスですね。具体的で明確ね。それなら私でもできそう。じゃスタート。はい、カット。すごく良かったよ。みんななめんなや、うちらやで。これぐらいどうってことあれへん。完璧でしたね。とりあえず司令部に通信で今の出来を確認してみる。もしもし、こちら31A かやもり。はい、こちら司令部七瀬です。今ワンマイソウルの終わり部分をドローンで撮影してみたんだ。曲に合わせて私らに見せてくれない？わかりました。電子軍人手帳で見られるようすぐ手配します。ありがとう。よし、届いた。みんなで見ようぜ。おう。わかんない。かなりカオティック。まさにカオスです。ある意味混沌とはしてるよ。でも違うだろ、なんか違うだろ。でも躍動感あるし。私も殻を突き破って弾けてる貴重なテイク。お前はカレンちゃんになってるだけじゃねえか。あいつならノリノリでやるだろうよ。再生していて自分自身感動しました。ユキさんがこんなにはしゃいだ姿でいることに。人並みの感情持つなよ。言われたままにやっただけだよ。ダメなの？こんな陽気な音楽性じゃないだろ。特に才能もないし、何をつかみ取ると言うんだろうな。虚しく宙を書いて空回りの日々だけど、まあいっか、から始まる卑屈な曲だろ。ああ、確かに。おっと、そこを歌っているカレリンに思い当たる節があるなら汲み取らなくちゃな。ほな、どないするん？みんなで踊る？そんなの無理。踊ったことなんて人生で一度もない。私もないです。私だってないわ。じゃあとりあえず次のテイクはそれぞれ思い思いに歩いてきて、フィンと共にカメラの方を向いてみる？それぐらいならできそう。あれだけ弾けて飛び跳ねてたんだから、そりゃできるだろう。じゃ、スタート！アイカット！会えるくだけでもカメラを意識する。これがドームに暮らす人々の生きがいになるんだね。それぐらいやってみせ。はい。こちら 31A かやもり、応答してくれ。はい、こちら司令部七瀬です。もう一度バンマイソウルの終わり部分をドローンで撮影してみたんだ。
また私らに見せてくれない？わかりました。電子軍人手帳で見られるようすぐ手配します。ありがとう。よし、届いた。みんなで見ようぜ。お。いいじゃねえか、こういうのでいいんだよ。なんだよ、私以外不満なのかよ。いや、無難だとは思うよ。けど、パンチが足らんっちゅうか。やっぱ、先ほどのカオスな方がいいのでは。いやいや、あれだけはボツにしてくれ。私の中のシーズレジェンド像も崩れるし、そのバンマスでいられる自信も消え失せるから。バンマスの言うことだから、これでオーケーにする。さあな、やっちゃな。しゃあないですね。そうね、なんで不満そうなんだよ。絶対こっちの方がいいからな。言っとくけど、私が一番シリーズレジェンドのこと分かってるからな。そこまでだったんだ。知らなかったよ。よかった。これからもずっとバンマスで居続けてね。あれ、なんか自分で自分の首を絞めちゃった。あれは…いいとこだってのに、キャンサーかよ。妙だな。報告にないタイプのキャンサーだ。どういうこと？これまでの作戦を思い出せ。あのタイプはここよりも北西方面に生息していたはずなんだ。たまたま見つかってなかっただけちゃうか。ああ、そうかもしれね。しかし、キャンサーがこっちに気づいたわ。話は後だ。総員戦闘準備。
強であったが、勝利は勝利だ。戦闘終了。余裕やったな。さっきのキャンサーの件、私の方から司令部には報告しておくよ。うん、よろしく。で、次は何の曲とんね。ライブの定番曲、ペインインレイン。どうもー。シーズレジェンドの曲としてはポップな方よね。どうするの。雨の中で泥にまみれるぐらい踊り狂う歌詞なんだから、みんなではしゃぎまくればそれだけでオッケーよ。でもはしゃぐって言われても具体的に指示がないと動けない。いつもギューとかはしゃいでるじゃねえか。どうすんねん、ルカ。うちら素人やね。じゃあユッキーに追いかけてもらおう。だったらみんな楽しくなって自然体ではしゃげるはずさ。ええやないか。鬼ごっこみたいで楽しそうです。うん、助かる。明るめの曲調とぴったりね。じゃ、スタート。はい、カット。すごく良かったよ、みんな。さすが31Aといったところを見せたったな。完璧でしたね。とりあえず司令部に通信で今の出来を確認してみる。もしもーし、こちら 31A 茅森。はい、こちら司令部七瀬です。今、ペインインレインの終わり部分をドローンで撮影してみたんだ。曲に合わせて私らに見せてくれない？わかりました。電子軍人手帳で見られるようすぐ手配します。ありがとう。よし、届いた。みんなで見ようぜ。うん。曲がポップなんだから。衣装がスーツなんだよ。なんでスーツ姿でこんなアクティブにジャンプすんだよ。アベコベだろ。そのアベコベ感が逆にかっこいいのに。そうだぞ、カレリンもオコだぞ。いやいや、お前はカレンちゃんに変わってるじゃねえか。ノリノリなのはカレンちゃんだろ。そのギャップがいいのに。ユッキーのケツもオコだぞ。私のケツはオコじゃねえわ。いや、ケツか。
かよ。なんでお前までお子なんだよ。少なくとも私の味方であれよ。じゃあテイク2取っておく。次はどないすんねん。文句あるんやったら泉が提案せえ。こういう曲こそそれぞれ歩いてきてピンと共にカメラの方を向くのでいいんだよ。バンマスの発案だからな。やろうぜ。じゃ、スタート。マイカット。こちら 31A 茅森、応答してくれ。はい、こちら司令部七瀬です。もう一度ペインレインの終わり部分をドローンで撮影してみたんだ。また私らに見せてくれない？わかりました。電子軍人手帳で見られるようすぐ手配します。ありがとう。よし、届いた。みんなで見ようぜ。お、いいじゃねえか。こういうのでいいんだよ。だからなんで私以外不満そうなんだよ。みんな、バンマスがこれでいいと言ってるんだ。これでいいんだ。せやな、タマ、バンマスがこれがええ言うとるんや。嫌でもうなずけ。うわはい、どれだけ嫌なんだよ。そこまで嫌なんだったら折れるよ。まあ他にも曲があるんだし、いろんなのを撮っていけばいいんじゃない？そうね、一般上司じゃすぐ飽きられるものね。よし、今日の取れ高は十分だ。お昼にしようぜ。例の弁当か。紙袋に包まれて昔の駅で買う感じのもんだったが。どんな内容やろな。楽しみですね。ドキドキワクワク。いざ開封。すごい色鮮やか。ご飯が俵型になってるわ。おかずはこのシューマイか。めっちゃ食べた記憶がある。有名なシューマイ弁当だ。すげえな、その復刻版かよ。今日頑張る力になってくれ。いただきます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 。なんでや、シューマイなんて熱くてなんぼちゃうん。冷めとってもめっちゃうまいで。鶏の唐揚げもあるし、それも冷めてもジューシー。これはマグロの照り焼き。それも味が濃くてご飯が進むわ。タケノコもいいアクセントになってます。ご飯ももちもちでクソうめえな。私の記憶にあるシューマイ弁当と同じ味だ。もちろん記憶にあるだけで、私自身は食べたことないけどさ、
それでも感動しちゃう。そこまでかよ、軍すげえな。ねえタマさん、私たちはまだメインコンピュータさんがどんな方なのか知らないのだけど、教えてもらえない？そうね、探すには手がかりが多い方がいいわ。私も機械いじる側だから興味あるぜ。メインコンピュータさんですか。あの時はずっとメインコンピュータって呼び捨てにして言い切っていました。たまにもそない言い切ってた頃があったんかいな。メインコンピュータにはわからぬか。そうよな、お前はコンピュータだからな。あの頃の生きりまくっていた自分をぶん殴ってやりたいです。でも艦長さん相手なんだから、それぐらいメインコンピュータさんだって何とも思ってないはず。あの頃の生きり具合は皆さんが想像するよりも生きっていたのです。お前が生きっても可愛いもんだろ。鋭利なナイフのように生きっていたのです。なんも切れんおもちゃのナイフ程度や。触れると焼けがしそうなほどチッチンな焼きごてのようにです。ハンディタイプのラベル貼り機程度のものじゃない。火をつけたダイナマイトのようにです。黒ひげ危機一発みたいな程度だろ。できんで。そもそもメインコンピュータの方の情報は、お前が生きてたとしても今知りたいのはコンピュータの方なんだけどな。そうでした。ただ私が会話をしていたのは宙に浮くディスプレイでした。本体は別の箇所にあったはずです。ということはすれ違ってもわからないわね。別に人に紛れて歩いてたりはしないだろ。サイボーグの可能性だってあるじゃない。戦艦の心臓部がサイボーグで勝手に歩かれたら困るだろ。いないときどうすんだよ。探す。だから出回れないように固定されてんだよ。その通りです。メインコンピュータさんはサイボーグではありませんでした。私も本体は直接目にしたことがありません。だったら何を目印に探したらいいんだろう。イグニッション用に使われていた虎徹丸のプロトコルキーって言ってんだろ。どんな形状してるの？ USB メモリみたいなもんだろうよ。そんな小さいの？でも見つけたろうやないか。きっと手分けすれば大丈夫。そうね、その通りだな。まあ私らだしなんとかなるだろう。いやー美味しかった。ごちそうさまでし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 た。じゃあやりますか。建物がいっぱいあるけどそのどれ？それが分かれば苦労はしねえわ。分かんないの？タマ、お
覚えはないんか。解体されるところは見ていましたが、それらの部品がどこに運ばれたかまでは分かりません。放棄された海軍の研究所があるから、まずはそこを探してみるしかねえな。結構地道な作業なのね。言うとる暇あったら体動かさんか。そうだね、一つずつ当たっていこう。はい、お願いします。待ってくれ。どうしたのユッキー、トイレ？違うわ、もしそうだったらもっとそれとなく言うわ。私は言います。トイレに行ってきてもよろしいでしょうか。おい、タマ！うちもついてく、スレションとシャレ込もうや。だったら普通に誘ってやるよ。ビビってちびったらどうすんだ。ところで、さっきは何を言いかけたの？ああ、どうやらこの辺りは建物の中までキャンサーが入り込んでいるらしくてな。物陰からの急な遭遇に注意するよう言いたかったんだ。なるほどね。油断した状態で出くわしたりしたら危険だもんね。ああ。ハブはいないとはいえ、完全な安全地帯じゃないからな。だとしたら、二人っきりで大丈夫なのかしら。なんやら！総員戦闘態勢！
ルフェザーと戦ってなかったら危うくちびるところだった。うちも奈良市のドームでの生活あれへんかったら危うくちびるとこやった。そりゃ成長したもんだな。よし、この先は気を引き締めていくぞ。スコ太郎。ここならなんか見つかるかもな。 USB メモリみたいなものって言ってたけど、他に当たるべきものは？資料や記憶媒体、タブレットやパソコンなんかの端末が候補だろうな。あと軍機に当たる代物だ。外に出しっぱなしってことはないだろうから、ロッカーや保管庫を探した方が可能性が高そうだ。習志野ドームで毎日ジャンク集めしとったうちの力の見せ所やな。ああ、見せつけてやれ。頼りにしてます。端末みたいなんがいくつかロッカーにしまわれとったで。こっちは記憶媒体がいくつかあったぞ。データが生きていればいいんだが。操作パネルとかいろんな資材が詰められた箱があった。仕分けはどうしたらいい？今は難しいな。基地に戻ってからにしよう。よし、一通り見たから次に行こうか。違うだろ。部品が詰まった棚があるで。持って帰りましょう。いいわね。切り替えや。次行くで。いざ。在庫管理リストと物品があったぞ。まとめて持って帰るか。ああ、この調子でどんどん行こうぜ。せやな。
これが諸葛孔明の策よ。ライシング必要なし。何かありますよ。あれ、めぼしいものはなさったそうだな。そういう場所もあるよ。次に行こう。いいわね。記憶媒体があったわ。司さん、ナイス。とりあえずこんなところ。ものすごい数のジャンク品が見つかったな。この中にあるんか。今ここではわかんねえよ。基地に戻って調べてみねえことにはな。でも持って帰ったら
キャンサーの調査標本の手で持って帰れば大丈夫だろう。じゃあもう遅いし、今日は心で帰るとしようか。で、私がこれらの中身を一人で調べるのか。すげえ宿題を課すな。タマのためや、やってくれんか。頼む。分かってる、やるよ。私も魅力ながらお手伝いします。そうか、二人でならなんとか今晩中に終わりそうだ。助かる。助けてもらってるのはこちらですので。これもハズレか。これも関係ありませんね。ユキさんとタマさん、すごく大変そう。私らは心の中で応援するしかないな。そうね。あんなちっこいパーツにサイキックつこたら、コッパみじんに吹き飛ばしそうで怖くて触れられんわ。これも違うな。これでもない。今猫写っとったな。はい、可愛い子猫の写真がたくさんでした。本当？見たい。私も癒されたい。それでセロトニンドバドバ出したい。おいおい、そんなのんきにしてていいのか。ユッキーもディスプレイとにらめっこして疲れただろ。子猫見ながら一服しない？それもそうか。ちょっと休憩するか。モフモフです。おかわいいかわいいかわいい。この子猫さん、仰向けになって寝てる。こっちは万歳してるわ。人間の赤ん坊みたい。同じ模様の子猫ばっかりだ。飼い猫だったのかな。あ、どうした？秘密と書かれたフォルダがあります。この中にとびきり可愛い子猫の写真があるに違いないわ。それのどこが秘密なの？むしろ世に広めるべきだろう。とにかく確認してみ。はい。画像データがない。テキストデータばっかりやないか。へえ、残念。いや、これはお手柄かもしれないぞ。はい、ありました、ユキさん。ああ、まさかこんなところに保存されてるとはな。とびきり可愛い子猫の写真があったの？ちゃうわ。これは虎徹丸と同型のシステム概要書のようですね。何か手がかりになるかもしれません。すごいじゃん。プロトコルキーちゃんか。ああ、だがこいつによれば虎徹丸と同世代のシステム、いわば旧型は運用が終了したが、ハードウェアが練習機用に換装され、その後撤去されたらしい。そんな難しいことを言われてもみんなわからないわよ。一番はお前だろ。説明してあげて。システムってのは時代ごとに新しくしていくんだが、ソフトをアップデートし続けると早晩ハード側が追いつかない時が来るんだよ。このハードごと入れ替える作業を換装って言うんだが、入れ替えられた旧型は練習機用として使われた後捨てられたってことだ。つまりどういうこと？
小鉄丸のシステムは練習機としてどこか別の場所に保管されてるってことだ。この練習機ってやつを探し出してプロトコルキーで起動させればなんとかなりそうだ。むやみやたらに探さなくていいってことね。大収穫やないか。よかったな、おたまさん。はい。でもどうして子猫の写真と一緒に保管されてたんだろう。持ち主が猫好きだったんじゃないかしら。おそらくですが、その子猫はこのデータの持ち主さんの飼い猫で、お仕事で忙しくて離れ離れになってしまったのではないでしょうか。けれど大切な猫さんだったから片時も離れたくなくて、機密データと一緒に保管していたのだと思います。どうして？もう自分が故郷に帰れないと悟ったからであります。彼は最後にそれを伝えたかっただけなのです。これから生まれてくる命に名前を送る、自分の奥さんとお子さんへの愛はそれだけで十分だと考えたのであります。人とは遠く離れていても、もしもう会えなくとも大切な存在を思い続けるものですから。せやな、うちもそう思うで。これ以外にはそれらしいもんはなかったな。でもちゃんと手がかりは得られたし十分じゃん。はい、皆さんのおかげです。いいよいいよ、 MV 撮影のついでにやってることなんだしさ。うん、明日からも頑張ろう。残り2日もあるんだしね。きっと見つかる。いや、見つけてみせるで、タマ。はい、ありがとうございます。